常年司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ウクライナ情勢最新アップデートでございます。まあ、いろんな情報入ってきているんですが、ロシア軍やっぱかなり傷んでるんじゃないかなと。まあ、ただね、ロシア軍ね、予備がなくなってるとはいえですね、まだまだね、うん、まだまだ弾薬も山のようにあるし、あとね、まあ、航空優勢ね、まあ、ウクライナ側が取れないでいるんですよね。まあ、これ単純にですね、戦闘機同士でガチンコやるとね、ロシアの方がやっぱ航空機多いんですよね。なんで、対空ミサイルでロシアの動きをある程度封じながら、まあ、じわじわと攻めていくしかないと。まあ、全体的にはそんな状況の中ですね、まあ、いろいろなところでウクライナ軍がね、じわじわと、まあ、攻勢を強めていると。まあ、これはですね、ノルマンディ上陸作戦の後のね、連合軍みたいなもんです。ノルマンディ上陸作戦やった後ね、ね、上陸した後、まあ、しばらく突破するまでね、時間かかったんですよ。同じようにですね、ウクライナ軍もね、6月に、まあ、反撃を開始した後、まあ、突破するまで時間がかかっていると、いうことでね。まず ISW のレポートから行きましょうかね。まず全体情勢などね、詳しく解説しているので、これから行くとですね、昨日のね、まあ、戦況ですけれども、少なくとも3つのセクターで反攻作戦が実施されていると、シルスキー司令官ですね、ウクライナ軍がバフムト方面への、侵攻に成功していると述べましたと。さらにですね、ベルジャンスクとメリトポリの方面で反攻作戦を継続しているということです。逆にですね、ロシア国防省と、ロシア系の軍事ブロガーは、ウクライナ軍がザポリージャ州西部の、西部で攻撃を行ったと、主張していると。で、さらにロシアのこの軍事ブロガーはですね、ウクライナ軍が小集団でロシア軍の陣地を攻撃しており、ロシアの後方陣地、倉庫、それからインフラを標的にしているというふうに主張したと。ウクライナ軍の軍当局者も、ウクライナ軍がウクライナ南部と東部で阻止作戦を継続していると、いうふうに報告しているそうです。で、この点に関してですね、ちょっと他の情報源もありまして、他の情報源曰くね、まず一個、テンダーさんですね。私が、まあ、いつも、フォローしてるね。まあ、オシントアカウント。この人確かドイツの人だと思うんですけどね。はい。ここ数日、進展、バフムトはですね、まあ、進展しているということで、ウクライナ軍は複数の方向からバフムトへ、移動していると。クリチシウカ、のロシア軍は村の端で、かろうじて戦線を維持していると。ベルクヒャフカと、ヤヒドネでも苦戦していると。さらにウクライナ軍は北の、ロズードリフカから、押し寄せ、ヤコブリフカとソレダールを脅かしていると、バフムトではウクライナ軍が完全主導権を握っていると、いうことです。で、逆にですね、じゃあロシア軍どんな状態かというとですね、これたまに引用するクリス・オービキさんね、人がですね、まあこれロシアのメディアからのね、引用なんですけれども、ロシア軍のですね、まあ、いわゆる懲罰部隊ね、囚人部隊が悲惨な状況になっているということで、ウクライナの戦闘でですね、部隊の人員の 73% を失い、食料、水、弾薬が不足している、ロシア人のですね、囚人部隊がですね、完全に武装解除されて、廃墟と化した建物にですね、まあ、捨てられたということなんですよ。で、親族にですね、なんか携帯電話で連絡したらしくてですね、もうここでもうなんかもう死ぬのを待ってるような感じになってるんで、助けてくれみたいな、まあことなんです。もう無防備になってるということです。で、いわゆるストーム Z というね、まあ囚人部隊に所属していて、前線でですね、150人中110人を失った、ひどい命令にですね、まあまあ従ってやったら、まあそんな目にあったんですけど、で、それで拒否ったらですね、6月28日にですね、まあ、その悲惨な状況をまあ、動画に録画してですね、まあ、アップしたらしいです。で、弾薬も水も、食料もないと、いうことです。で、現在彼らはですね、ザポリージャ州ですね、まあ、まさにこのウクライナが侵攻攻撃していると言っている、このザポリージャ州の、ロジフカ村の後方に移されたようだと。で、6月29日の新しいビデオで、その命令拒否をした後ですね、壊れた2階建ての建物に連れて行かれ、武装解除されて捨てられたと、いうことで、これ悲惨ですね、これね。はい。で、彼らによるとですね、特別軍事作戦に従軍したという記録はなく、公式には単なる行方不明者ということで、処理されている人たちだそうです。で、私たちはどうしたらいいのかわからないと、いうことでですね、まあ、悲惨な、まあ、状態に置かれていると。だから、まあ、ロシア側の軍事ブロガーが言ってる通りですね、まあ、ザポリージャで、だいぶ、その、浸透作戦ですかね。はい。まあ、これがね、まあ、その、さっき、ちょっと読みましたけれども、ウクライナ軍が小集団でロシアの陣地を攻撃しており、まあ、ロシア軍がそれに、まあ、非常に困ってると。インフラとかをやられているということです。で、これにね、関連してですね、ツイッターでね、
パンツァーグラフさんという方ね、これ日本の方ですけれども、この方がですね、まあ、あの、海外のね、オリバー・キャロルさんとかですね、その他、ま、専門家の意見を翻訳して転載されてるんですけれども、こんな風に書いてあります。反転攻勢初期の、マラトクマチカ南方での進撃に、まあ、ウクライナ軍ね、ウクライナ軍がそれに失敗した後、戦術転換を行っているという、指摘があると。で、戦闘後編を中心とした小規模の非機械化 チームが、進路を探り、地雷を取り除いて、警戒路を、開いていくと。いうことです。で、その詳細はですね、エコノミストの、まあ、記事に、書いてあるんですけれども、まあ、これがまさにその、内容で、一応ね、これちょっと内容ですね、私を監修してくれてる、まあ、専門家にも聞いてみたんですよ。そしたらね、まあ、細部はわからないけど、公平が先頭に出てですね、まあ、その、地雷をね、まあ、処理していって、まあ、警戒していくっていうのは、警戒っていうのは、開くに開くって書いて警戒なんですけどね。はい、啓蒙の啓に開くって警戒なんですけど、警戒というのは当然ですと。歩兵で浸透して機械が部隊を後にするというのも、浸透戦術で昔からあるやり方だそうです。それから夜間は特に有効でですね、本来スペツナズっていうね、まあ、ほぼ全滅したとロシアの特殊部隊なんですけど、本当はこれやる部隊だったんですけど、まあ、キーウでね、普通に歩兵のように使われて全滅、まあ、8割9割やられちゃったと、いうことですけどね。で、ウクライナ軍は、まあ、そういうアホな使い方しなくて、こういうですね、まあ、戦闘後編による浸透戦術をやっていると。で、機械化部隊をですね、突破に使わない理由っていうのは、まあ、その、まあ、戦訓でね、まあ、そういう戦訓が、まあ、ウクライナにはあるからと、まあ、その昔からのね、はい、戦訓で。で、実はそのロシアのこの、まあ、ストーム戦術っていうのもこれ似てたんですよね。犠牲構わず歩兵で浸透してみたいな、まあ、やつだったんですけれども、まあ、今、ウクライナ軍がですね、まあ、それを、まあ、逆手に取って、まあ、やっていると、いうことです。で、これによるとですね、さっきのパンザーグラフさんの、ツイートなんですけれども、ミック・ライアンさんという方がね、ウクライナ軍の戦術展開に関してですね、まあ、解説してまして、それはちょっと翻訳してくれてるんですけど、こんな風に書いてあります。ウクライナ軍による、徒歩移動小部隊による浸透戦術のメリットとして、1、機械化部隊よりも敵に探知されにくい。2、それゆえに、生存と任務効率が高まるという点を挙げていると。で、公平はですね、防御部隊の第一目標であって、地雷原が、敵側のですね、監視、火力展開目標になっていることを考えると、とりわけ航空優勢に欠くウクライナ軍にとって、極めて危険な任務であることには変わりないと。ですが、ウクライナ軍が浸透戦術を取ることで、大きな部隊で移動するのではなく、小部隊で分散することになり、それが生存性を強固にすると、ライアン氏は述べていると。まあ、ただちょっと課題もありまして、進捗が遅いということとね、もしその敵の火力にさらされた時に、まあ、公平は弱いと、いうのはあるんですが、まあ、割とこれが有効な戦術なのではないかと。まあ、前から言われていたことなんですけどね。まあ、これがどうもロシア側のメディアでも確認されているし、この西側のメディアでもどうもウクライナ戦術を変えたそうだと。で、まあ、私を監修してくれている専門家もね、ウクライナ戦術変えたっぽいよってことを言ってたんで、まあ、これほぼ事実なのかなと。いうふうに思います。それからですね、ちょっと ISW のレポート戻るんですけれども、ウォールストリートジャーナルのね、報道を引用しまして、ウクライナ軍が領土を解放する前に、ロシア軍の防御を軟化させようと試みており、進軍のペースが遅くなることを容認していると、いうふうに、まあ、報じていますと、ウォールストリートジャーナルね。で、さらにウクライナ軍がロシア軍をですね、要塞や地雷原から追い出すことに注力しており、ロシア占領地の一部の地域では、24キロ以上の、まあ、深さがあると。まあ、それをだからもう少しずつ、まあ、解除していると、いうことです。で、どうしてもこれね、どうしても解除できないところは、まあ、おそらくクラスター弾で面で叩くんだろうなと。いうふうに思います。はい。まあ、これはもう、ちょっと、仕方ねえな、というふうに、まあ、私を監修している、専門家も言ってました。はい。まあ、一応、メリットとデメリットね。まあ、比較考慮すると、まあ、まだメリットの方が大きいんじゃないか、ということです。それからですね、ロシア軍の、まあ、一部占領地が24キロ以上の深さがあるということなんですけれども、ウクライナの第108、国土防衛旅団、領土防衛旅団の、テレヒン中佐っていうのがいるんですけれども、この方がですね、WSJ、まあ、ウォールストリートジャーナルのインタビューに答えまして、ウクライナ軍が部隊全体を破壊しても、ロシア軍は継続的に交代要員を投入することができるというふうに言ってるそうです。で、おそらく現地で利用可能な戦術予備兵力を指しているのだと思われると。で、やっぱりウクライナ軍にもですね、装甲車不足しているみたいでですね、まあその陣地にですね、まあ進撃することのですね、まあ困難さを、まあその表していると。
というふうに述べていると。さらにですね、まあ同じく WSJ ね、ウォールストリートジャーナルですけど、ウクライナの反抗を遅らせている、まあもう一つの要因としてですね、やっぱ制空権がないと。いうことですよね。まあ、これはもう仕方ないですね。数として足らないんで。F-16 が仮に供与されたとしても、それでもまだね、航空優勢はちょっとウクライナを取るのは難しいのではないかという見方もありますので、まあ、なかなか厳しいかな、いうことですね。はい。で、まあ、こういう状況の中ですね、まあ、いろんな、まあ、進捗が、いろいろね、あるんですけれども、ちょっとね、このまあ、戦場から離れてね、トルコに絡むね、ニュースがですね、まあ、今日おはようテラちゃんでもやったんですけど、いくつか出てて、まあ、こういう状況をね、まあ、トルコも見てるんですけど、まあ、ウクライナ優勢と見たんでしょうかね。ちょっとトルコこのね、力の論理的なものに動かされるところがあるんですけど、今日出てたのはね、ウクライナの NATO 加盟を支持っていうのが出てましたよね。これ ISW のレポートにも実は出てまして、はい。まあ、ウクライナ、まあ、これ NHK のニュースでも出てるんですけどね。エルドアン大統領がゼレンスキー大統領と会談して、ウクライナが、希望する NATO への加盟を支持するという考えを示したと。で、エルドアン大統領は来月プーチン大統領とも会談する予定だった、だと明らかにしましたが、ロシアの反発も予想され、両国のバランスを取ってきたトルコの今後の出方が注目されるということなんですが、これね、先んじてね、こんなことやってるんですよ。トルコはね。例のアゾフ連隊のね、元司令官。はい。一応トルコにですね、滞在してですね、戦争終わるまでウクライナに返さないという約束でですね、まあ、捕虜交換ね、したんですけどね、まあ、ロシアがね、要はメドベチェクっていうさ、まあ、親ロ派のね、政治家と、まあ、このアゾフ連隊を、まあ、そのね、まあ、捕虜交換したんですけれども、そのトルコがですね、まあ一応トルコに返したんですよ。ウクライナに返さないでね、このアゾフ連隊の人たちを。で、そのトルコが、なんかロシアとの約束破ってですね、ウクライナにこのアゾフ連隊の司令官返したっていうニュースがですね、昨日出てました。はい。これは時事通信なんですけど、ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、去年、9月の捕虜交換後、トルコに滞在していた精鋭部隊、アゾフ連隊の元司令官の5人らを、連れて、同国から帰国したと。まあトルコね、行って、連れて帰ってきたと。で、ロシアは捕虜交換時の約束に反していると非難したと、いうことです。で、これに関連してですね、追加のニュースも出ててね、ロシアの外相、トルコ外相と電話会談、アゾフ連、大隊説明を求めたかということで、ラブロフがですね、フィダン外相ね、トルコの、電話会談しましたと。で、そのアゾフ連隊の指揮官5人が、ウクライナに帰国したことに関してですね、まあいろいろなんか説明を求めたのではないかと。まあでもその説明を求めたところでですね、もう遅かったな、やっちまったぜ、みたいな。ま、感じで、トルコはもう返してしまったと、いうことでですね。まあ、なんか、ロシアの敗戦をトルコが見込み始めたのではないかな、みたいなね。はい。そういうなんか感じがしますね。で、なんかこの件についてですね、ロシアでも結構なんか批判が出ててね、アゾフ連隊なんで返すんだ、みたいな感じで批判が出てて、これなんでかっていうと、一応まあ、ロシアのね、ウクライナ攻撃の大義名分は、非ナチ化でしょ？で、そのアゾフ連隊を、まあ、ナチス認定することで、ね、で、こいつらを排除したってことでさ、まあ、一応彼らのこの大義名分的にはさ、そのアゾフ連隊排除したから、目標第一段階達成みたいなものだったんですけど、で、もうトルコにも封印してるからと、戦争終わるまであいつら帰れねえみたいな感じだったんですけど、戦争前にトルコ返しちゃったんで、みたいな。ところでですね。で、まあ、クレムリン系のですね、軍事ブロガーがね、2022年の最初に捕虜交換を、まあ、やらなければですね、まあ、こんな余計なことが、まあ、そもそも起こんなかったと言って怒ってると。さらに別の人はですね、ロシア当局は無責任にもね、例のその、まあ、ロシア、親ロ派の、その、ウクライナのね、野党指導者のさ、メドベチェクってやつがいるんですけど、こいつをね、助けようと思って、で、その、アゾフ連隊のやつを交換しまったのがそもそも間違いなんだと。ね、メドベチェクみたいなね、ね、そんなやつのね、解放なんか優先させてね、ロシア惑わされたみたいな感じで怒っていると、いうことでございます。で、この件はですね、なんかちょっとロシアのですね、軍関係者もなんか割と動揺する大きな事件だったそうで、ISW のこれレポートなんですけれどもね、その別の、まあ、軍事ブロガーね、ロシアの軍事ブロガーの、まあ、話として、アゾフ、連隊の司令官解放のニュースは、前線のロシア軍関係者を動揺させ、ワグネルの武装反乱の理由を再評価するよう促してしまったと。ロシア軍の指揮系統と情報空間の変化という、反乱の目標が、ロシアではまだ必要とされていることを暗に示唆したということで、まあちょっと余計なことに、まあロシアにとってはね、余計なことになっちゃったのかなと、いうことですね。まあだから、前線ではですね、まあそのウクライナ軍の浸透戦術がね、
功を奏し始めて、まあ、だんだんこう、戦果が出てきていて、トルコがもうロシアダメだな、ということで、ね、もう舐め切ってですね、もうアゾフ連隊司令官返し、それが、さらに今度ね、情報管流して、ロシアの前線でのですね、まあ、兵士の士気がまただだ下がりという悪循環、まあ、悪いことは重なるんですね。悪いことやってるからだと思いますよ。はい、もう一刻も早くね、戦争終わらせてください。プーチンさんね、よろしくお願いします。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!